皆さんこんにちは。札幌のアウトドアショップ FLHQ ファーストアンドライトヘッドクォーターズ店長の丹蔵です。こんにちは。今回ご紹介するのは、昨日行ってきましたサイクリングキャンプのバックパックの装備をご紹介しようかと思いましてね。テントはシックスムーンデザインのルナソロ、ウォールがメッシュ構造になっていて結構通気性がいいテントなんですが、なんと外気温が 0.7 度、ほぼもう1度以下という結構寒い中でのテント。まあどういうふうな内容で外気温1度のキャンプをしてきたか、まあ一つの例としてね、ご紹介できればと思いまして、今回の動画を作成することにいたしました。今さっと並べましたので、一つ一つ簡単に説明しながらパッキングしていきたいと思います。で、今回寝袋は OMM マウンテンレード160、プリマロフト河川中綿を採用したシンセティックインサレーション、河川中綿の寝袋です。これで 450g だったかな。寝袋、今回大変役に立ったのがインサレーションパンツ、河川中綿のパンツですね。アーキテリクスのプロトンパンツ、これをスタッフサックに入れておきます。レインウェアはこれはもうアーキテリクスの廃盤ゴアテックスジャケットかな、トリの SL ジャケット、これは大変珍しいんです。ゴアテックスアクティブシェルを搭載したフードなしの防水ジャケット。今回は雨の予報ではなかったので、レインウェアというよりはもうウィンドシェルも兼用した防水ジャケットとしてこちらのジャケットを選びました。平らに畳んで、スタッフサックに入れます。で、河川中綿はアーキテリクスのニュークレイ FL ジャケットです。これは今のモデルはアップデートされてますが、前のモデルです。スタッフサックが付属してますので、付属のスタッフサックにコンプレッションして入れます。寝袋の中に河川中綿のインサレーションジャケットを着て1度を切る気温の中で安全に寝ることができます。逆にこういった中綿のものが夏であってもないとちょっと怖いですね。そしてソフトシェルのコートですね。キャンプサイトでは結構快適にちょうどいい軽さ、耐風性能程よく保温してくれていいんですよ。こちらはフーディニのノバドパーカー。このノバドパーカーは内ポケットにパッカブル収納できるんです。見ててください。
でこのように畳んでポケットのサイズに平たく畳む。ソフトシェルのコートもこんなに小さくなっちゃいます。で、これは A4 サイズのテーブル。外のフィールドホッパー。今回はこのトークスのチタンクッカー。アルコールストーブのごとくに使ったのは X メッシュストーブ。これは結構いいですね。クッカーの中に収納できるんです。トークスチタンアルコールバーナー、これも 20g でシンプルで火力がある。スタッフサックがあるのでそれに入れます。トークスの専用スタッフサックですね、これもクッション性があっていいです。で、ウォーターボトルはハイドラパックスト500ml、ね、で、バックパックのウエストベルトは外しています。トイレットペーパーホルスター、ヘッドライト、これはハットですね。風強かったんですが、ここにストッパーがついてましたね。これをジャケットのループにつけて止めてました。結構風が強い時でも安心でしたね。このアイシールドは良かったですよ。ボレーセーフティー。やっぱりダウンヒルの風、あるいは結構砂ぼこりが舞ってたロード、大変安全に目を守ってくれました。で、シュマグマフラーですね。汗拭きにもいい。保温性も調節できます。で、今回はこの S ビットの固形ストーブも持って行ったんですが、使わなかったですね。すべてアルコールストーブで、お湯を沸かすのがメインの調理でしたので、アルコールストーブで対応。お酒はこんな小瓶に入れてきました。モルトグレーン、アイルランドのお酒、40度、はい、酔っ払っちゃいますね。でもね、コンパクトに持っていくにはウイスキーもいかがでしょうか。エアマットはニーモ、テンサーアルパインレギュラーマミ、これスタッフサック、コンプサックも入っています。これはこのように畳んで入れます。バックパックありますね。これの背面にぴったり合うんですね、このサイズ感が。なので、まずエアーマットを背面側に入れちゃいます。背面のサイズに合うように畳んで入れます。で、 OMM のマウンテンレード、はい、これもボトムにぴったり合うようにスタッフサックのサイズを合わせてますね。そして防寒具、これも夜まで使わないので
トレッキングなんかでさっと中綿のジャケットを着たいときは上の方に出す。今回は下に入れておきます。テーブルはサイドですね。ソフトシェルとシュマグは一番上、ポケットストーブも入れましょう。クッカーも入れましょう。これがウィルドのキャンプアボックスですね。これはしました。まな板 200ml のカップと 400ml のカップ、このように折りたためるカップです。トライテンシル、あとお箸持ってきましたね。これカトラリーセットですね。トイレットペーパー、これはソフトクーラーボックスです。食料を入れておきます。プラスこれはアプリコット、アンズを入れてきました。ポン酢、はい、液体も入ります。ファーストエイドギアセット、ね、ファーストエイドのギアを入れています。で、石鹸はノバスコティアフィッシャーマンのソープ、パックタオルのタオル、あとヘアケア、カミソリ、これはアーキテリクスのトイレタリーバッグに入れています。いいですね、はい、歯ブラシ、歯磨き粉はロイテリキン、ソーラーライト、着替えですね。ソックス、ボクサーショーツ、シャツ、ランニングパンツを入れています。まあプラスアルファはこれだけ余裕があるんですが、これに食料を詰めてちょうどいい、はい、これはもう昨日ちょっと洗って今濡れてるんですけどね、イギリスのビボバーレフト、このシューズも大変素晴らしい、ベアフットスタイル。ソフトシェル、シュマグマフラー、スナップを入れて、録音機器やバッテリー、ウォーターボトル、携帯配線、ヘッドライト、細かいものはこのワンポケットに結構大容量で収納できます。キーホルダーが付いているので、鍵もロックして入れます。でこのサイドに、はい、ペグ入れて、テントに入れて、ルナソルですね、これをテントをつけてしまう。このミニのバックパックに絶妙にこのテントのスタッフサックの形がいますね。はい、ドローコードを通して落ちないように、この状態で、まあ、食料やプラスアルファの飲み物なんかは入ります。まだ容量はしっかりとフロントポケットにも入ると、こういう状態でバックパックは使います。で、私はショルダーにこちらのヘリコンテックスナブテルポーチをつけています。で、こちらにはこのスイベル型のバックルで、はい、グローブをつけています。この状態で背負いますね。
の山と道、ミニのバックパックはしなやかさがあってどうです？腰から下には干渉しないんです。もう全然動けちゃう。はい、まあ、自転車に乗ってサイクリングキャンプにもいい。スピードハイク、トレッキング、これ今の装備で1デイから2デイのマウンテントレッキングが可能ですね。結構重さも軽い。なんて言ったってシックスムーンデザインのルナソロのテントで1度以下の環境で寝れる装備をパッキングしてるわけですからね。本日11時よりこちら大和道ミニバックパック、カラーはグレー、エルム、ブラック、サイズは ML、 お値段は税込み3,800円でございます。こちらが発売となります。今外でお客様もお待ちいただいてます。大変皆様お待ちかねのバックパック、お待たせいたしました。では最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。よろしかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。ありがとうございます。